あつかなー、久しぶりにファイナルファンタジーいくよ。もうやるもんね。あれ、自分の部屋歩くしかないか。そういえばここのガーデンとガルバニアガーデンってどっちが大きいの。そうだそうだ、ガルこのバラムガーデンが飛んだ後だな。そうだ、話終了。確かこっちには何があるの？駐車場。じゃあ、あっちは？食堂だ。ゴール、あのね、案内してくれるのは嬉しいんだけど、もうちょっと楽しそうに、せめて、普通に案内してくれない？どうしろって言うんだ。どうやってスコールはリノアのこと好きになるんだ？いける？案内してんだっけ、今。お。石田先生、どこ行ったんだ？保健室に来るように言っといて。はーい。とりあえず案内したらいいのかな。おお、スコールか。とりあえず、はい。マスター様がお呼びだ。マスタールームにまで来ます、来なさい。マスタールームどこですか。そこのエレベーターで下に降りろ。許可は出してある。よかった、ちゃんと道筋教えてくれたわ。うわー、ぽいとこ来た。あ、全然覚えてないんだよな。俺だけ言っても分からないのか。あの声は、ん、誰か来た。あ、ゼルだ。ここで何してるんだ。え、あ、いや、あの、俺か。俺はお前を見かけたから聞いちまったんだ。悪い。くっ、話せ、まだ話終わってない。うしの、金の亡者のクソったるの大バカ野郎、あんたに相談したのが間違いだった。シードはな、未来のためにまかれた種だ。その未来が今なんだよ。それはあんただって分かってるだろうが。うお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 おおお、くっさー。過去へ戻れるなら十何年か前の自分に伝えてやりたい。農具を信じちゃいけない。農具は金のことしか考えてないってな。まず、大丈夫？スコール、見ていましたか。はい。大人だからって何でも我慢できるってわけじゃありません。さあ戻りましょう。無理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 、そんな明るくなって無理。あ、学園長、報告があります。どさくさに紛れて遅くなりました。では後で学園長室に来てください。あ、あと白衣を着た先生が、門脇先生が保健室に来てくださいと、なんだか怒ってたみたいです。はっは、怒っていましたか。農具だっけ、この人ら。お前たちはガルバニアから帰ってきたシードだな。そうです。やっと来たか、マスター農具様がお呼びだ。ウルガイ。なんかやばいんですけど。農具様がお呼びの時は3秒以内に来るように。いや、無理だって。シュ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 。3秒まで待てない。なんて。え？これがガーデンのマスター？これがガーデンの経営者？キモすぎー。じゃ、ではないのか。俺たちはそういえば何も知らなかった。キモすぎー。ショックだ。キモすぎて。キモすぎてショックだ。フシフル、フシフル。お前、魔女のごと報告せよ。どこから話せば。速やかに報告だ。結果が先。経過は簡潔にな。我々は、魔女イデアの暗殺に失敗しました。情けない報告だ。ガルバニアガーデンでシドナ学園長からの命令書を確認。ガルバニアガーデン所属、アーバイン・キニエスをメンバーに加え、バラムガーデンとの共同命令、魔女暗殺の遂行に当たりました。ブッシュルルル、共同命令だと？
ブジュルルル、お前ら、だーばされた。だまされた、だって？いや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 。意味がわかりません。シュルル。せずめじりあれ。ノーグ様はガルバディア大統領と魔女が手を結ぶことを早くからご存知だった。ガルバディアガーデンのマスターから相談を受けていたのだ。ガルバディアガーデンのマスターから？うしるるるる。ガルバディアガーデンのマスターは、マジの手下のドドンナだ。いや、誰？そう、魔女とガーデンはいろいろと因縁があるのだ。だから魔女は必ず各地のガーデンを自分のものにしようとするはず。そこで道具様はガルバディアガーデンに伝令を送った。今のうちに魔女を倒してしまえっとな。方法は暗殺がベストだと思われた。どぐしぐし。ブジュルルルル。小賢しいドドンナはいざという時のためにお前たち暗殺を利用したのだ。マジの指令でやったと言い逃れるために、小賢しい小賢しいやつめ。あの命令とバラムガーデンは関係ない、そういうことですか。作戦実行を前に、たまたま現れたお前たちが利用された。しかし、魔女は失敗。しかし、作戦は失敗。魔女は生きている。そして、我々の予想通り、魔女は復讐してきた。おそらくミサイル攻撃も魔女の報復だろう。なんとか魔女の怒りを沈めなくてはならない。それには暗殺の関係者を魔女に差し出し、バラムガーデンの誠意を見せる必要があった。ちょっと待って。それは、ブジュルルルル。シードに首差し出して魔女に従うふりするのだ。なぜ魔女と戦わないんですか。そうだそうだ、俺たち、お前はセンスの、俺たちが毎日受けてる訓練は何のためですか。だど魔女に負けたくせに偉そうに吠えるな。シード学園長も同じことを言っていたな。おい。ブジュルルルルルー。シードだと、あの、アホゲー。シードマジ討伐に送り出した。失敗したらどうする。このガーデン終わりだ。ガチのガーデン終わりだ。シードあのアホ許せん。貧乏シードにガーデン建設金出してやったの忘れてか。おー、シードの首一緒に、あいつの首も魔女に差し出すべし、と思った。シード、捕まえろと命令したら、生徒、シードの味方しやがった。ブジュルルルル。ブジュルル。町のガーデンなのにだ。違う！あんただけのものじゃない！ではなんだ。シード学園長と魔女イデアのものか、あの夫婦のものか。夫婦。なんだって？そうだっけ？えぐ？どういうことだ？しるしるしる、今わかった。シドとイデア、マジギャラガーデン乗ってる気だ！意外妄想えぐー！お前らも、シドの手先だな、許せん！スカール！え、てんすてんすてん。ぶっ倒し、急に戦闘始まんじゃん。いやー、覚えてないからな、こいつの弱点とか。青い、赤、青、黄色、赤、赤に、色になれば。あやー、殴られて色が変わらない限りシードで、魔法でシード叩きのめす。あー、わからん。え、わからん。なんだっけ？なんか3ついるな。なんか。黄色だったらサンダーとかだったかな。いや、結構、あ、やば！やらかした。行ってくれー。え、あ、ゼロ！ゼロって出た。なるほど。ってことは、あ、やってもった。雷しか効かないとかじゃないかな、これ。覚えてねー。あ、オッケーオッケー。最悪や。最初のあの文字が早すぎな。じゃあ、次、鉄アクアトロでいいんじゃない？よし。39! やばい、どうしよう。やばミスった、しかも。赤くなったってことは、魔法ファイヤーを、え、こ、
こいつに当ててみよう。どう？効く？あ、違うか、弱点のあれが効くのか。え、そうかも。ちょっとドローしようというか、ケアルラ。サンダラ、レイズ。ストック。ごめんごめん、急に。いや、そうかも、そうかも。あー、そうかも、そうかも。スローやめて！最悪や、この時のスローは。ミス、あ、くそ！え？なんで？え、魔法、効かんやん！最悪！え、魔法使えない！やば！やばい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 。うわ、サイレスかー！最悪や！むずっ！デスペル。あ、わざっす。なんでデスペルしてくれんの？ミスかい！最悪や、バイオ。最悪や、バイオ。毒になったんちゃん。最悪。ねえ、ほんで、さっきから。まずいぞ。で、ま、誰が魔法使えんの？最悪や。もう GF 使うしかねえ。でもな、もったい、あ、あー、どうしよう。こいつはコンフュ、デスペル、放つ、スコール。聞いてくれ。あ、なんか間違えたっぽい。なんかミスってる。だる。どうしよう。やってもうた。ほんでスローになってるし。デスペルしてよ。はい。ドローで。あ、そっか、ドローでこいつ。サンダラを放つ。もうこれで行くしかない。ドローもできないしな。50！ やばい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 。どうしよう。あ、あ、あ、いけた。迷ってる間にいけてんけど。はい。ノーグ。とりあえずノーグでもた、しばくか。あ、ごめん、話聞いてなかった。ちょっと GF 使うか、スコールは。やばい、マジでわからん。だる、こいつ。ドローできない。なんで、沈黙してるから？ウォーター。あー、ミスった！もう、久しぶりすぎて、わからん上に、ややこしい相手にやってもうてんな。3。まずいまずい。ノーグから、あ、リヴァイアさん、オープンね！イエーイ！ウリザラとか最悪やねんけど。そんな時のために、回復。やばいやばい。あんまりこいつが攻撃してこないタイプで助かったで。デスペルするならさ、その、スローをやめてや。スローいつ終わるん？よし。あ、やばい。もう！あ、またや、ミスった。よし、GF 行くぞ！いけ。あぶね。芝でよかった。ミスです。サイコブラスト。なんか来た、やばいの！ほら、やばいって！どうしよう。ちょっとほんと、サイレンス？サイレスやめれる？サイレスいつ終わるん？参りましたね。何にも解決できないんだけど。ブリザラとかされるし。誰？俺？俺だな。やだ。オーション。もう嫌やわ、こいつだるい。頑張れ、芝。芝でちょっとどうにか。スローはいいわ。ちょっと今きつい。最悪や。効いたな、これ。おミス！行ってくれ！ダイヤモンドダスト。めっちゃ効くやん。GF したい。
GF したいよ。GF したい。ねえ、サイレスやめて、マジで。もうええわ。ノーグ。もうサイレスやめて。お、俺、なに、フィーンってやつ。フィーンってやつない。サイコブラストやめて。最悪。え、ね、リノアだったらどうしよう。リノアだったら終わってたぞ。どうする？結構やばくない？ねえ、どうしよう。結構、テンパってんだけど。あの下のあの、あれの意味もあんま解決してないし。ねえねえ、そのさ、やめてよ。サイレン。沈黙してんの。ダサ。沈黙治るかな？万能薬で。治ったっぽい！来てー！なんか最悪なんだけど。何これ？いった！最悪！まずい。まずいぞ。とりあえず GF に、あ、やばい！バイオされた！見せて！見せて見せて！いや、だけど、え、結構やばくない？とりあえず、最悪なんだけど、だる、やばいやばいやばいやばー、どうしよう、やられる、こんな貴重いやつにやられる、やばい、結構やばいっす。結構やばいです。こんな貴重いやつにやられるぞ。こんな貴重いやつにやられるの無理やねんけど。聞いて。ナイス。死んでくれ。やばいやばい。やばっ。スローで助かったけどな。やばいやばい。頑張れ。おっせ。やばい。やばい。お、終わった。もうマジこれ終わったわ。おい。ねえ、最悪。キモすぎ。なんなんあいつマジだろ。キモマ。え？もしかして、最初、おい！最悪や！もう一回やり直しやんって、だる。え？だる。やべえ。いけるかな？ストップできる？これ。オッケー。青、赤、黄色、魔法に。赤、魔法をたくさん。殴られて色が変わらない限り魔法でシールを叩き飲ます。赤になったらやばいってこと？とりあえず。一回これでいいのか、もしかしたら。え？やばい、あかんなった。あ、最悪。あれ、魔法封じることできないかな？ちょっと待てよ。普通にこいつら、普通に、ちょっと黄色い方戦ってみる。え？壊れない？あ、攻撃したら変わるのか。かも。あ、そっちじゃない。色変わった！よし！じゃあ、なるほど。赤にならない限り、真ん中ボコす？あり。で、魔法を使ってくる。オッケーオッケー、なるほどね。来た！やばい。あ、間違えた！よし。よし！まあ意味ないんだけど。なるほどね。はい。ああ、すぐミスんだから。よし。来た！な、な、な、来た来た！よしよし。なんで絶対こいつにも弱点があるはず。来たー！うちのガーデン。やばい、赤になってる、早速。まずは。よし。来た！お前も、イフリート一回使ってみよう。あ、ねえねえ、イフリート使ってみようって言うけどさ、あいつらになっちゃうんじゃないの？それ、そしたら。だからさ、GF あんま使わない方がいいかも。なんか、
とりあえず、ドロー。で、農具から、リヴァイアさんをもらう。魔法係はあいつやからね。それをイフリートにしちゃったっていうね。赤になったらやばいってことやな。やばい。とりあえず、オッケー。あ、1900も食らってくれんだ。だったらもう、GF 祭りで、あんま変わんないじゃん。よし。なんか持ってない？ザンダラ。ストックしちゃった。とりあえずいいか。変わんないんだったら。やばい！よし。やばい！ちょ、やめてよ、お前！動くの。よし、ナイス。ナイス、ナイス。怖いわ。で、魔法。ブリザラ。いや、さっきあんまり、ファイヤー、ブリザラ、この辺、あんまり使ったことない。レビテートではない、サンダラではない。ブレイクかゾンビかダブル。ないね。いいのが。まあ、とりあえずサンダラをぶちかますか。ローグに。まあ、でもこの作戦でいいかもな。結局。サンダラどんな感じ？微妙、サンダラではないな、これ。あ、やばい！結構こいつだるいな。なんかいいのないっすか？ちょっと S な。オンフィフ、デスペル。もう、レイズって何やっけ？まあ、ええか。とりあえず戦うか、GF で。それがいいわ。やばい。やばい、やばい、やばい、やばい。やばい！やばい！とりあえず GF 祭りがいいかもな。で、これ来たらこうする。これしかないかも、一旦。あ、でもさっき1900だった、1600やろ？まあ、それだったら炎の方が、でも、明らかに弱点っぽくはないよな。ザ・弱点みたいな、1700が、じゃあ1600と1900だったら。多分、お、ほらね、1700とかいくやろ。結果 GF 祭りかも。ちなみにディアボロス行ってみる。やべえ、やべえ、やべえ、やべえ！やばい！普通に、やめて。あー、怖いな。結構食らうんだよな。ポーション。あ、来た！よし、200って、ポーションって、てか。よし。ポーションって、やばい！よし。とりあえず魔法打たせんことや。さっきみたいになるから。早い！テンポ早くなってる！闇よりの使者どう？ちなみに。どう？備え。はい、了解しました。備えでしたわ。サイコブラスト怖い！スコールか？結構やるよねー。うん。はいはいはい。やっぱ GM 祭りっすね。え？あれ？あったわ。イエーイ！ GF 祭りで勝ちました！イエーイ！やったー！あ、リヴァイアさん取っといてよかった、危な。よっと。学園長の上の人を倒しちゃった。気にするな。わけのわからないことが増えただけだ。だって。どうして俺に聞くんだ！わからない俺に聞くんだ！切りすぎ。俺、何も知らないんだ。何も知らないんだ。だから、騙される。ああ、へこんでる！闇気来た！スコール。学園長に会いに行く。せやな。回復してねえわ。どこ？学園長にはどこに会いに行くの？学園長室にいんのかな、そもそも。
変やないかい。きっしょ。あ、保健室かもな。保健室ってどこだっけ？いや、もう俺保健室どこ？あ、ここ。さら、さ、ここしかない、もう。あ、ありました。一番遠かったわ。反対側から行ってたら一発だったのに。お疲れっす。え、学園長は？当たり前やん。今はね、門脇さん、もう大丈夫です。本当にいいのかい？ええ、もう十分。泣かしてました。泣いてたんや。いろいろあるんだよ。君たちには恥ずかしいところをたくさん見られてしまいますね。さて、どんなお話をしましょうか。とりあえず全部やな、報告しちゃえ。いやいや、それには及びません。大体何が起こったのか想像がつきますから。シードの本当の意味を教えてください。シードはシード、バラムガーデンが誇るなんちゃら兵。いやいや、君は何か気づいてるようですね。俺はいつだって何も知らない。シードは魔女を倒します。ガーデンはシードを育てます。シードが各地の任務に出かけるのは魔女を倒す日のための訓練のようなものです。でも、魔女が世界に恐怖をもたらす存在となった今、シードの本当の戦いが始まったと言えましょう。イデアのことを教えてください。オークさんと聞きました。そうです。マジで？イデアは子供の頃から魔女でした。私はそれを知りながら結婚しました。幸せでした。二人で力を合わせて働きました。とても幸せでした。ある日、イデアガーデンを作ってシードを育てると言いました。その計画に私は夢中になりました。シードの目的だけが気がかりでした。イデアとシードが戦うことにならないか、と。イデアは笑っていました。それは絶対ねえと。それなのに。ノーグ。あいつ何や、めっちゃ気性がってんけど。あれは種族のものです。一族の変わり者とでも言いましょうか。私がガーデン建造の資金作りに走り回っている時に知り合いました。ガーデン建設に興味を示して、私たちは意気投合、彼のお金でガーデンは完成。ところがガーデンの維持にも膨大な費用が必要でした。我々はそのお金を得るためにシードの派遣業務を始めたのです。農具のお金儲けのアイデアはことごとく当たりました。すげえじゃん。膨大なお金が、ガーデンに入ってくるようになりました。そしてガーデンは変わっていきました。最初の理想は失われ、真実は覆い隠され。この辺でいいですか。はっきりした態度を示さなかった私が一番悪いのですから。今後のこと、これからガーデンはどうなるんですか。まず、この漂流状態を早く終わらせて、その後はガーデンとシード、本来の姿にも帰れるといいのですが。終わった。なんだい、怪我でもしたのかい。え？はぁ、終わりましたけど。さあ、まあ適当に歩くか。お、なんだ、変わった。スカール？おしゅうや。どうした？あのね、シドが県庁知らない？保健室だ。事件な感じ？二階廊下奥のデッキへ行くとわかるわ。船が近づいてくるな。もしかしたらガルバディアの船かもしれない。魔女が報復に来たのかも。とにかく学園長に報告しなくっちゃ。二階奥のデッキに行けばいいんだな。はい。船？ガルバディアの船か？どれどれ。え、シド学園長いらっしゃいますか。学園長ね、お前たちは、ガルバディアの船か。我々はシド、これはイデアの船。我々は、魔女イデアのシード？シード？そちらへ行きます。武器は持っていません。え？来た。うすごー。やばいやばい。我々に戦意はありません。どっかに消えた。学園長にお話があります。シド学園長は、高校です。
中断。よが呼んだんか。エローネを引き取りに来ました。ここはもう安全ではありませんよね。そうですね。残念ですが、確かにそうですね。エローネ？あのウィンフィルのエローネか？スコール。君はエローネを知ってるはずです。ガーデンのどこかにいるはずだから、ここに連れてきてもらえますか？っていうか、こいつら何なんだ？どういう関係なんだ？スコール。ああ、了解。エローネを探せ。エローネって、あの子だよな。あのラグナが気にかけてた女の子だよな。ああ、多分そうだろう。どこにいるのか知ってるのか。じゃあ手分けして探そうぜ。ねえ、スコール。エローネって、どんな人？あっちの世界の登場人物だ。おぉ、ヒントそれでいける？あっちの世界の登場人物でエローネ探せる？さあ、エローネを探すぞ。さっきは、保健室から、一発だったから今度はこっちからが近いと信じて。イエス。よありがとうございます。やっぱお前だったか。なーに？スコール。もしかして、エローネ？そう、エローネ。あんたがエローネ。あの、エローネ。どういうことだ？ラグナを知ってるの？知ってる。大好きなラグナおじさん。教えてくれ！あれは何なんだ？ごめんね、スコール。うまく説明できそうにない。え？夢見てんの知ってんの？でも、一つだけ、あれは過去よ。やっぱり過去を見ていたのか。まあそうだよな、エローネがこうやって元気に生きてるからな。過去は変えられないって人は言う。でも、それでもやっぱり可能性があるなら、試してみたいじゃない？過去を変えたいだって？本気で言ってんのか？バカバカしい。あんたがやっているのか？あんたがあっちの世界に俺たちを連れて行くのか？ごめんね。マジで？そんなんできんの？またかよ。またわけない、わからないことで俺は混乱する。闇気やねん。どうして俺なんだ？俺は今の自分のことで精一杯なんだ。俺を巻き込むな！ごめんね。ごめんねしか言わん。俺を当てにするな。大丈夫、スコール。だいぶ食らってんな。あ、シューだ。スコール、エローネはいた。そこ。私です。お疲れ。大丈夫？触んなってする？エローネが支えた言葉は、何？お前は、頼られるのは、あなたたちだけなのだ。なんだ。どうして人は人に頼るんだ？自分のことは自分で何とかすればいい。違うんだよ、スコール。俺は今まで誰にも頼らず生きてきた。辛いことも苦しいことも飲み込んで、そうやって生きてきた。思ってるのはお前だけや。確かに子供の頃は、一人でなんて無理だったさ。いろんな人に頼ってきたけど、この時の CG もすごいよね。これリメイクしたらかっこいいだろうな。それは認めてもいい。いろんな人がいたから、今の俺がいる。またゴロゴロしてる。今は一人で大丈夫。生きていく手段も身につけている。もう子供じゃないから、何でも知ってる。嘘だ！俺は何も知らなくて混乱してる！誰も頼らずに生きていたい。それにはどうしたらいいんだ？誰か、教えてくれ！誰か？結局、俺も誰かに頼るのか。お姉ちゃん、僕、一人ぼっちだよ。でも、頑張ってるんだよ。ジャイアンみたいな服着てんな。お姉ちゃんいなくても大丈夫だよ。何でも一人でできるようになるよ。スコールか？これ、スコールやな、髪型的に。起きた。またまた、おはろーん。眠っていたけじゃない。どうですかね。
寝言言ってたみたいだけど。教えません。な、散歩しよっか。またか。あれは私がガーデン案内してもらったの。今度は散歩。一人で行けよ。ここ安全だ。別に守ってほしいわけじゃないよ。あのね、スコール一人だといつも眉間にしわ寄せてるよ。そんなんだからその傷治らないんだからね。せっかくかさぶたになってもすぐにポロポロ落ちちゃうでしょ。要するに、こんな私ではございますが、一緒にいればスコール様も考え込まなくて済むかなと思ったわけでございます。いかがでしょう、スコール様。俺は優しいスコールなんでな。まあいいだろう。ははー、ありがたき幸せ。さあ行こう行こう。ええやつやん。んで、皆さんこんにちは、学校委員長のしのです。久しぶりに館内放送復活、誠に喜ばしいことです。はっ、ああ合わせてる。調子が上がらんの。こう、ドカッと大物が今回の。やばい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 。やばいやばい。やばい。逃げろー、止まってる場合じゃない。ああ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 。釣りたい。釣りたい、逃げたい。釣りたい、逃げたい。もう無理、無理やって。絶対命優先やろ。え？高っ。そもそも。スカールケン、シードのスカールケン、すぐに学園長室まで来なさい。折り返しまーす。来たけど、あれ来てない？皆さん落ち着いて行動してください。それから、これは大切なことです。ガーデンから出ていていけません。許可が出るまでガーデンから出てはいけません。あ、スコール、来てくれましたね。スコール、命令です。ゼル・リナを率いて、フィッシャーマンズ・ホライズンに上陸。偉い人に会って、この騒ぎを謝罪して、我々に敵がないことを知らせてきなさい。同時に、街の様子の観察も忘れずに。了解。どうして俺なんだ。どうしました、スコール。命令が気に入りませんか？別に。シードは単なるバトル要員ではありません。君にはできるだけ外の世界を見てほしいのです。行きなさい、スコール。とりあえずフィッシャーなんちゃらホライズンに行けばいいんだな。なんだ、フィッシャーマンズ行くのか。来ちゃった。行きいてって言われてるからな。上陸する。この謝罪します。はーい。2階の奥で来てから出ればいけるぜ。はーい。はい、到着。はい、来ました。出てきたよ。ん？察してはいると思うが、上陸前に忠告をしに来た。我々は戦闘行為が嫌いだ。街全の中ではバトル禁止。それが街のルールだ。理解したか？はい。俺たちはガーデンの代表で来ました。敵対する意思はありません。ようこそフィッシャーマンズホライズンへ。長くて言いにくいだから、だろうから、FH と呼んでくれ。真ん中に駅長の家があるから一応挨拶。はーい。そのつもりで来ました。話の分かる人間で助かったぜ。随分派手に壊れたな。申し訳ありません。ガーデンがコントロール不能になって手を蹴ることができませんでした。あ、気にすんなよ。あ、怪我人出なかった、よかったよ。それに俺たちは壊れたものを直すのが大好きなんだ。まあ、ゆっくりしていってくれ。うわ、この BGM、エモ。エモ。つら。ん？バラムガーデンだよな。あ、知ってるもん、何も。俺たちが色を塗ったんだぜ。ずいぶん昔だけどな。マジで。あ、一緒に来た。一緒に来てる。なんか、なんで懐かしい音楽って人になるんだろう。ああ、よかったな、じいちゃん。ごめんな。コントロール不能だったやつ。ちゃんと整備してないからだね。だって、ごめんな。
死にかけたもんな。よくは元怒るやろ。死にかけたんやぞって。理解のある男。今理解のある男って書いてた？おもろ。あ、見たことある猫か。おもろ。エスター？ダイラの先にあるだろう。名だたる近代国家だが。違うのか？ FH に来るやつは大抵そこと関係するから、てっきりな。交通が意外と不便で FH から歩いていくのがベストなんだそうだ。なんとも、まあ、間が抜けてやがる。そういや、ここに立ち寄ったのは事故だったんだよな。すまない。よし、乗ってくれ。そういうことか。ぶつかった時の僕たち、ほんとすいませんでしたってことやな。見たことある男に。あとか覚えてないのか、クレーのとこであったろ。そうだったか。いやー、改まると帰って悪いよ、兄貴と。君は見たことある男さん。うわー、言われるね。絡まれてるのか、俺。俺たちにさ、迷惑かける。やば。言われてみると、嫌な感じだ。スコール分かったか？ボールの成長記録ですからね、このゲームは。ほら、あそこに見えるが、あれ？おう。あんな、どうもあん中にあんの？なんかいいよね。チョリース。お出しちゃーす。誰もいない。動かん。あ、来た。あぐらかいてる。あぐらの書き方めずら。道部町駅長。座るさい。この度は、大変申し訳ございません。座り方。早速だが、いつ出ていくのかね。いきなりだな。ガーデンが動き出すがすぐにでも出ていきます。目で当たっているのかね。いいえ。ガーデンがどういう仕組みで動いているのか、もう分かっていません。この街から技術差を出そう。彼なら、修理や整備ができるはずだ。これでどうかね。ガーデンに具合返しをやる。俺一人では決められないな。君たちに決定権がないなら相談してきたまえ。めんどくせえ。どうしてそんなに追い出しちゃがるんですか？聞いちゃった。何か事情でもあるんだろう。どうでもいいじゃないか。君たちは武装集団だ。暴力による解決が基本だろ。我々の修理には合わないのだ。うん。二人いた。私たちは信じてるの。話し合いで解決できないことはないってね。お互いに理解し合えば、戦いなんて必要ないでしょ？全く正しい。眠くなるくらいが正しいよ。暴力は暴力を呼ぶ。だから君たちにはここにいてほしくないのだ。ガーデンに戻るぞ。謝ってないな、スコール。謝罪しに来てって言われてんのに。全然謝らんかったな。そういうとこだぞ！スコール！なんとか言ってやらないのかよ！どうしたゼロ？ゼロ持ちつけ。なに？どうやって行かないんだっけ、これ。どこでも歓迎されるわけにはいかないだろ？やっぱファイナルファンタジーおもろー。ガッ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 何？待ちなさい。ここに来るガルバニア軍はあんたたちを狙ってるんだろう。そうかもしれない。最悪やん。あんたたち責任取りなさい。バトルするのは構わないけど、こういう言い方されるとな。フロー、彼らに任せてはいけない。バトルの時は何もできまい。その言い方も気に入らない。話し合えばわかるさ。行かないでー。そうだといいな。正直あれやね。追った方がいいのかな。あ、セーブポイント来た。あ、ドローポイントもある。リージェネ。全然序盤だよな、これって。おいおい、誰だ？あ、行きちょ。遠いのよ。あ、
ガルバニア兵だ。あ、ムカつくじいさんだけど見殺しにはできねえよな。まあ俺らが悪いしね、これに関しては。ガルバニア兵の目的がガーデンならじいさんには関係ないはずだ。どんな話をしてるんだ。だから何度も言っただろ、この町にエロ女なんて娘いないんだ。エロ女？町に火をつけるぞ。本当だ、エロ女なんて知らん。娘がいなくても町には火をつける。イデア様の命令だからな。お願いでやめてくれ。やば、あんたから行くか。やばい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 、結構やばい。一回様子見る。イデアはエロ女を探してる。もっと情報が聞けるかもしれない。スコール。お、限界。あ、ダメだった、怒られた。何考えてるんだ俺。何の選択肢やねん、じゃあ。なんだ、お前らは。行って、シードだ。おい、シードが嫌がるぞ。アイアンクラッドを呼べー。この街のやり方に合わないけど、俺たちこの方法しか知りません。ストーン！スルスルスル。GF で一発起動する。いや、そんなん持ってねえか。おいっす。やめろ。結構食らうな。アンジェロラッシュアザチ。何か来る？え、やば。結構やばくね？あれ？そういうの多いよね。俺はサンダーでしょ。ケツァで行こう、ケツァ。ケツァと、強っ。あった。やばい。おー、あんまりないな。微妙なのか。微妙かどうかもわからんな。よし、行け。えい。それでも倒れないと。もうそう、俺。うへい。やばい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 、早っ。いいね。もう倒れてくんですか。まだまだやるじゃん。てかサンダーじゃなかったらどうしよう。なんか見た目でサンダーと決めつけてるけど、サンダーでしょ。強っ。結構強いんだよな。サンダーで行ってみよう。いえ、あんま変わらんねん。あ、勝った？あ、ハンササンダーストーンか。もう、もう倒れてもらっていい？なげえわ。なんなんこいつマジで。この戦い。やばい！強いのよ、それ。地味に。結構あれかな。俺やらかしてんのかな。もっとできることあんのかな。サンダーでいいわ。お、刺さった。サンダーストーン早っ。あ、終われ。長ない？こいつ無駄に強いんだけど。大丈夫？いけてる？やばっ！マジで？やばいやばい。やばいぞ。大丈夫これ。あ、やっと終わった。なんか長かった。危なスコール。でもまあこいつあれか。ボスだから。よかった、無駄に。
てか、レベル上げしないとかな、もしかして。結構。おい。おい、おい。おお。どうなの？おお。あっちから飛んできたってめっちゃ怖くない？あっよかったな、お前ら、マジで。え？ほんまや、ボロボロやったやん、さっきの。よかった。無事でよかった。よかった。本当にやって。おかえり、セルミ。キスティス。あーまい。また会えてよかった。でさ、ガーデンはどうだったんだ。いろいろあったけど、ガーデンは無事だ。やったー、すごい。どうやって生き延びたん？お前たちは、どうしてこんなことに。スコール、報告後にしようぜ。でもそうだね。出る、リナ。セルフィーたちをガーデン案内してくれ。俺はもう少し街の様子を見ていく。よかった、よかった。え、なんであんた残ってんの？さっき、セルフィーたちにお帰り、会えてよかったって、そう思った。うん。でもスコールの言葉っぽくなかったけど、でもとっても優しかった。それは、本当に、そう思ったんだ。悪かったな。別に悪くなんかないよ。仲間のこと心配だったんでしょ？みんな大切な友達だもんね。そういうことになるか。あのね、スコール。もし私でもそう思ったかどうかか？それは、そうなってみないとわからない。あ、私の言おうとしたことわかっちゃったの？わかりやすい。なんか、嬉しいぞ。また大げさな。後でね、スコール。走り方おもろ。おじいちゃんどっちだ？命を。助けられたな。迷惑でしょ？そうは言わない。しかし、礼も言わない。くれ。礼なんて言いません。ただ。ただなんだ。俺は何を言いたいんだ。俺たちのこと、わかってください。ただのバトル好きの人間じゃありません。ほう。こういう話、苦手なんだ。なんて言えばいいんだ。なんて悲しみよ。うまく言えませんけど、あなたが言うように、話ってお互い分かり合って、そして戦いに必要がなくなれば、とてもいいことだと思います。でも、自分たちのことを説明するのは、とても時間がかかります。相手に聞く気がなければ、なおさらです。戦いで一気に決着をつけるとする相手と理解し合う。これはとても、時間がかかるんだと思います。だから駅長たちがじっくり考えられるように、駅長たちに邪魔が入らないように、俺たちみたいな人間が必要なんだと思います。俺たちみたいのが、どこかで戦っています。時々思い出してください。お疲れー。どうも駅長。お疲れー。戻るぞい。ありがとうわ、みんな。おいっすー。お姉ちゃん、ありがとうわ。お姉ちゃん。可愛らしい顔してても、やるときやるのね。ちょっと見てた。見てた。噂すご。てかさ、てか駅長のさ、家あんなさ、ど真ん中に作りすぎじゃね？もう主人公にしすぎやろ。激いたやん。あれで話し合いしなきゃ、話し合いがどうの言ってんのもなんか腹立ってきたな。エッセ、無視していい？君らのこと。あれ、登れない。あ、上がるんか、これで。上げてちょう。よっしゃ！アーバインだ。アーバインもな、どんどん仲間になってるからな。いや、マジで生きててよかったな。アーバちゃん。あ、歩き出した。指導、学園長のオッケー出たから、ガーデン修理の人たち入ってもらったぞ。どうか。あのさ、なんだ？その、なんだ？FH の人って腕がいいみたいだからさ、直してもらいたいものがあったら、ついでに頼んでいいかな。ん？ガーデン修復に支障がないなら好きにしてくれ。あまり無理に言うなよ。そりゃもう任せとけって。ついてきた。どうしてついてくるんだ？セルフィーが落ち込んでるんだよね。あんた、みんなのリーダーだから、元気つけてやるのも役目のうちだろ？
あんたそういうの苦手そうだからさ、俺が力を貸しましょうってわけ。デルフィ、どこだ？学園祭のステージのとこ。学園祭のステージのとこどこ？ちょ、待って。なんか、何、勝利に入るってこういうこと言うわけ？ん？小さな工具でコツコツやると思ったのか？いや、そうじゃないけど。行くぞ。こういうことには楽しいねー、うちの班長。やらりやらりー。学園祭のステージ、どこ？ここかしらねー。ほいさっさー。お、ぽいな。あー！セルフィーいた。もう泣いてるやん。ひどいね、これ。ガーデン動き回したり、FH にぶつかったり、いろいろあったからな。これでバンドが演奏するの見たかったな。メンバーも、目をつけてる人、何人かいてんの？ソイファブのステージ、これ。ああ慰める？頑張ってみよう。元気出せよ。ありがとう、スコール。でもあんたみたいな無関心男に励まされてるなんて、なんか意外！そんなに落ち込んで見えるんだ、私。俺は無関係だけじゃない。ちなみに意見も考えもあるさ。でもどうしようもないことやどうでもいいことが多いだろう。それに人と話すのは面倒だし、だから。またなんか考えてる？でも言わないんだよね。悪かったな。あんたの話をしてるんだ。俺のことなんかほっといてくれ。私大丈夫だからさ。スコールも元気出しなよ。あばい、好感ばかした。うわ、スコールくん、スコールくん、学園長室まで来てちょー。たく。落ち込んでても仕方ないか。どうだぜ、セルフィ。楽しいことしようぜ。楽しいこと？なになに？頑張れ、僕。彼らに頼もうよ、FH の人たち。彼ら、ガーデン直してるだろ。だったらこれくらいのステージ直さ、くらい朝飯前だろ。そうかな、言ってくれるかな。いっぱいするなって。彼らは説得するのに俺も力になってやるよ。ってことは、セルフィープロデュースのバンドがステージに立てるってことだ。やったー。では、早速メンバー集めいきますか。いい感じ。これいけるかな。そうですか。さっきセルフィーの報告も受けました。彼女たちも大変だったようですね。セルフィーは報告を日記に書いて後悔すると言ってましたから、まだなら君を見ておくといいでしょう。そういえば、現れたガルバディア兵の目的はエローネの探すことのようでした。魔女イデアの命令のようです。エローネには人に過去の世界を体験させる力がある。魔女イデアもその力を狙ってるのか、他に理由があるのか。魔女の手先となればなって、ガルバディア軍が FH に現れてエローネの行方を探してるということですね。はい、エローネ捜索の結果がどうでも、街を破壊するという命令も受けていたようです。街を焼き払うのはエローネの居場所をなくすためでしょう。そんなことのために？エローネを見つけ出すまで、魔女は世界中で同じことを繰り返すでしょうね。もう迷っていられません。魔女を倒せか。俺の嫁を倒せ。こちらはシノです。皆さんにお知らせがあるよ。マルテ、これからの皆さんの生活に関する重要なお知らせだよ。ガーデンは移動装置の修復作業中です。この作業が終わり次第、我々は FH を離れ旅に出ます。この街は魔女を倒すための旅です。ガーデンは魔女討伐の移動基地となります。ガーデンの運営は今まで通り、私と職員が中心になっていきます。しかし、この旅は、この戦いの旅です。戦いには優秀なリーダーが必要です。私は、学園長として皆さんのリーダーに、シードのスコールを指名しました。あれ？マジか。今後、ガーデンの行き先決定や戦闘時の指揮を取るのはスコールです。皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんなやり方ありかよ。この決定に意見のある職員、生徒は私に直接お願いします。俺の意見はどうなるんだ。シストか、スカール、よろしくお願いしますよ。
やちゃー。これは君の運命です。魔女討伐の先陣に立つことは君の定めなのです。お前。お前やばいこと言ってるぜ。あー、切れてる。俺の人生が最初から決まってたみたいに言わないでくれ。やば。まさかの地雷やった。まさかの地雷でした、シドさん。まず戦うのはいいな。俺がシードにいる限りそれは避けられない。ん？シードでいる限り？シードをやめる？やめてどうする？俺に何が残る？考えたくもない。バスだ。学園長の言う通りにするしかない。ガーデンを意識して、魔女を倒す。ボロボロタイム来た。バトルはまだかく。他人の面倒を見るのかな？さっさと魔女とバトルを持ち込んで終わらせるしかないよな。魔女って、死の学園長の奥さんだろ。その人を倒せって命令なのか？そんな命令出すのはどんな気持ちなんだろう。ほんまそれな。でもでも皆さん、こちらがプロデューサーのセルフィン。え、ヘインよろしく。今回のコンサートでスコールの指揮官、就任祝いも兼ねてまして、友達として今回の演奏を代わりにプレゼントしたいと思ってまーす。楽しそうね。そんなすぐ楽器できんの？演奏者は誰だ？いるでしょ？ここに。だからだが、もしかして私たち、私がバンドできるかしら？やってみないとわからないよ。やってみないとわからんことないよ。とにかく楽器と譜面用意したから、4人でメンバー組んで。あ、わしらさーん。あ、ごめん、リナはメンバーじゃないの。え？仲間外れ？うん、リナには、もっと大事な役をやってもらうから。で、どうすんだ？楽器をポンと落とされても何にもできないぜ。うん、実はそこでみんなに相談なのよ。私転校してきてこのイベントを引き継いだでしょ？前の人が進めてきた楽曲の譜面があるんだけど、ガーデン激突死の混乱でバラバラになっちゃったの。4つのパートで成り立ってる楽曲なんだけど、今ここに8つのパートの譜面があるの。え、それどういうこと？つまり8つのパートのうち4つのパートを選んで演奏すれば正しい曲を弾けるわけ。でも間違ったパートを選択しちゃうと変な曲になってしまう。だからみんなに楽器を持ってもらって一人一人弾いてもらうから、それを聴いて淡いに正解を選んでもらうの。早速やろうぜ。完璧だ。ちゃう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  BGM 間違ってる。いける？いけるかこれ。いける？学園祭最悪の思い出なら。いい加減退屈だな。みんな何してるんだ。え、すごい。みんな何してるんだだって。成長したな。回復させてー。え、え、来た来た。頼むぜ、リノア。なになにお前ら。無視するかなぁ。よっ、元気？どうだか。あ、憂鬱そうな顔。悪かったねって言わないで。それ言われると会話続かないんだもん。悪かったな。ね、コンサート一緒に行こう？行くか。やったー。いける？よ、お二人さん。何？いい雰囲気じゃない？キー！二人の思い出作りの夜にぴったりの場所があるんだ。思い出作り。ステージ横にいい場所をキープしてやる。目印に古雑誌置いといてからあんたたち使えなよ。え、なんていらないって。我らのリーダーの役に立てば嬉しいぜ。お前、気使ってんのか？機会があれば使わせてもらう。俺らが行ったら交代してよね。何？
あっちにはいけないこと。何ステージって。え、震えてないみたいだな。忘れてくれよ。いじってるやん。バンドのステージって校庭だったよな。なんでこっち来てんだろう。やばい。始まった。最悪のイベント始まった。ガーデンの若き指揮者スコールの前頭を意識してセルフィー。オーレンジとかします。リーダーも頑張れ。なんだよ。セルフィーバンドで素敵な演奏です。ひでえ。ギターとベースはあってそうやな。これはひどい。フルートをミスってんな。でいいよってアングル変更。アングル変更いらんわ。なんか曲があるんだな。わかったわかった。まあ、そんなこともあると。あ、雑誌だ。地獄の BGM できた。あ、エッチい本が落ちてる。はあ、ばい、今何考えてる。エロ本エロ本なの。話があるんだろ。ここでいいか。ちょ、エロ本真ん中にすなよ。スカール、ガーデンの指揮を取るってことになったよね。きっととっても大変なんだよね。嬉しいをかける気か。辛いこととか、愚痴言っちゃった時とか、いろんなことが起こると思うの。でもスコールは全部一人で抱えてムスって黙り込んじゃって悩むに違いないって話してたの。みんなで俺のことを。みんなスコールの真似が上手なんだよ。私もできるんだから。眉間の間に石を見せてこうやって。おおすごっ、運動神経。俺は帰るぞ。違う、ごめん。みんなで話してたのは、スコールが考えてること、一人じゃ答えを出せないこと。あ、え?殺した。危な。ほんまあかんねん。そら怒るわ。なんでもいいの。そう、なんでもいいの。なんでもいいから、もっと私たちに話してってこと。私たちで役に立てることがあったら頼ってね、相談してねってこと。そうしてくれたら私たちだって今まで以上に頑張るのにってティスティスたちと話したの。他人に頼るといつか辛い思いするんだ。いつまでも一緒にいられるわけじゃないんだ。なんか自分を信じてくれる仲間がいて信頼できる大人がいて、それはとっても居心地のいい世界だけど、それになれると大変なんだ。ある日、居心地のいい世界から引き離されて誰もいなくなって、知ってるか、それはとっても寂しくて、それはとっても辛くて、いつかそういう時が来ちゃうんだ。立ち直るの大変なんだぞ。だったら最初から一人がいい。仲間なんていなくてもいい。また話してくれない。イライラするな。女のがいいのかな。なんだよ、この曲のこと。俺のことか。悪かったな。違うよ、スカール。イライラするってね、この曲のことで。ごめんね。曲ミスったね。ねえ、どうして言っちゃうの?ちょっと誤解があっただけだよね。もっとお話ししたいよ。俺は、自分が話したい時に、話したい相手と、話したいことを話す。ゴールが話したいこと聞きたいよ。今は、話したくない?こんなイライラするって言うのに。チクないだろ。あんなこと言ってない。私じゃダメ。そういう意味じゃない。ミスった。俺のミュージックがミスったっぽい。気づかなかった。ああ全部俺のせいや。まあいいか、これ何か変わるわけじゃない。俺は一人でいるのが好きなんだ。地獄やん、演奏。ああ。うわ、なんか過去行った。
姉ちゃん。僕一人ぼっちだよ。でも頑張ってるんだよ。ねえ、お姉ちゃんいなくても大丈夫だよ。何でも一人でできるようになるよ。昔の夢ばっか見てるやん。スコール委員長、スコール委員長、シリオブリッジまで来てください。ブリッジ委員長、